はい、皆さん、今回も、小声うたれぽご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、この動画もねずっと見たかったやつなんですけれども、ジャニーズウエストファンの皆さんからですね、たくさんリクエストをいただいておりました。今 YouTube の方にもね、画面が出ておりますけれども、ムーンライトという星の雨という楽曲の、これなんだ、カップリングじゃないね、ジャニーズウエスト19枚目シングル星の雨初回版 B に収録のメトロック2022大阪から、重岡大毅くん作詞作曲のムーンライトという楽曲を大公開ということで、この YouTube 上に公式に上がっておりまして、でこれが本当にいいんですよということを皆さんが教えていただいたので、実際8月の3日に、この星の雨という楽曲の CD の初回版 B を私も購入させていただいて、このメトロックの映像を丸々見させていただこうと思うんですけれども、こう先行で配信されている、この YouTube の動画をですね、今からいつものように初見で、見させていただきたいというふうに思うんですけども、この画面に行った瞬間に今ね、重岡くんが右手でマイクを持って、ちょっとこうね、左手をおでこの方に持ってきて天を仰ぐような、画像で今止まってるんですけど、一体これどういう状況なのか、まず私はそのメトロックというもの自体もよく申し訳ないことに知らないままにね、今から見させていただこうと思うんですけれども、一応概要欄だけ読んでいきましょうかね。2022年8月の3日発売、ジャニーズ WEST 19枚目シングル星の雨初回版 B に収録のメトロック2022大阪から、重岡大毅作詞作曲のムーンライトを大公開ということで、先ほど私が言ったことをただもう一回言ってしまっただけになりましたけれども、それでは早速見させていただきたいと思います。2分56秒の動画、行ってみましょう。再生ポン、ムーンライトといい声だ。 OK、 奥の方サビで全力で飛ぶよ、よろしくと。あ、みんなすごい、お客さんすごい。あ、桐山くん、ロケットローラー、もうちょっと音量を大きくしたい。すぐ仲間くん、青空へ立ち逃がしよう、サビで飛ぶぞと、しげかくん、みんなお客さんもすでに飛んでますけどね。誰よ上の、上のハモリ、神山くん綺麗、誰も見て、さあ小瀧くんと浜田くん、見たこともない大阪、俺らと飛ぶぞと、さあ飛んでる、ここまで行こうか、さだだでな、うわ、後ろ側のギターの方も飛んでるのがいいね、またベースの人も、ギターもう一人の人も飛んでるかな、ベースは飛んでないわ。赤いショルファー、うわすごい人数、そしてスピーカーのデカさがまたすごい。だよここでケロなしどしよう、世界や止まっても、小瀧くん、僕は止まらしないんだ、いいね、世界は止まっても、桐山くん聞いてくれと、少年たちと、おおいいね、お仲間くんと桐山くんじゃない、神山くんが向かい合ってハモって、そして藤井くんと重岡くんと、何だってできるんですよ、浜田くん、思いだってや高っ、私はそんなすぐ出ないですけど、この辺が、しかも今小声でやってますと余計に出ないですけど、重岡くん、はい、したらなーと、わすごいですね、人の手がこんだけ同時に動くとすごい映像です、うわすごい、わこれね、ウォーウォーウォー、結構ね難しいんですよこれ実は。あキルマの次、神山くん、誰埋めてみたくなる、足時短と踏みましたよ、私見えないけど、踏まそうと、やいここだぞ止めと、わすごいなんだろうこれ、ちょっと感動ありますねこれ、うわあらえの、うわあ、みんなもうステージ、ステージじゃない、観客って椅子もないんだ、芝生のとこで、あすげえ、なないでなななな、たたたんよ、すごいもう波になってる人の動きが、浜田くん、しよう、世界が終わっても君は終わらせないんだ、たたえと、うわすごい、
重岡君もお辞儀しちゃってますけど、いやすごい2分56秒の動画を今見させていただきまして、まあこれね、小声で歌れって何回も言ってますけど、ここの壁がものすごい薄いもんで、私ももっと大きな声で歌いたいんですけども、できるだけこうちっちゃい声で今ねお話をするようにしてますが、それでもこの会場の盛り上がり、それからジャニーズ WEST7 人それぞれのこうテンションの高さに、私はもう声を張りたいけど張れない、で途中浜田君がクッと張ってるところ張りたいのに張れないのバランスがおかしくなって、もう軽く咳き込んでしまいましたけれども、いやすごい、今まあねこういう状況じゃないですか世の中が、だからみんなでこうねライブということもできるかどうかわからないし、まして声も出してはいけない、だけどこうやってみんなでね飛ぶぞと重岡君が言ったことによって、みんなで声は出せないけれども一体感を持って、リズムに乗ってというかね、曲に合わせてこう一つになるっていうのの、やっぱり映像を見るとねエンターテインメントってすごいなって本当に思いますね。音楽、特に私はね音楽をずっとやってきましたけれども、まあ、携わってきましたけど、いやすごい。そして私これね今この曲自体も初めて聴かせていただいておりまして、歌詞もすごい適当に聞こえたままというか、うまくも聞こえてないままね、合わせて口ずさんでやってますけれども、でもこの映像を見てやっぱグッとくるじゃないですか。だからやっぱりもちろん歌詞の内容メロディーの良さあるんですけど、やっぱりね最終的にはこの演者側のこう気持ちっていうかな、魂というか、なんかそれがこうね7人がもうもはやジャニーズのアイドルとは誰もこれね会場にいる人思ってなかったんじゃないのかな。別にジャニーズのアイドルがダメっていうことじゃもちろんないんですけど、もうねこういうロックフェスティバルですから、いろんなバンドであったりとかいろんなグループが出てくる中に、本当に7人のボーカルの人たち、ボーカルチームがお客さんと一体化してですね、一体感を持ってパフォーマンスをしてるっていうもので、ね、しっかりとしたパフォーマンスが成り立ってると思いますし、しかもね私はまあボイストレーナーなので、まあメロディー的なとか歌い回し的なことを一つねあえて言うとするなら、途中でもちょっと言いましたけど、繰り返しのフレーズどうだったっけな、私難しいんですよっつったとこ、これここだ、1分44秒みんなお客さんがこうやってわー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 ってやってますよね。このね同じフレーズの繰り返し、しかもずっと上から下ってくってね、このフレーズ歌う時って普通に歌っててもね、どうしてもこうね下がって行き過ぎちゃう。だいたいもう音が上がっていく時っていうのはこう歌う方はね緊張感持っていきますけど、逆にね上から降りてくるメロディーっていうのはね、どうしても最後の着地の音とかがだん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 こう下がっていってしまう。で下ってくる階段もどん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 こう曖昧になっていくっていうことがよく起こるんですけど、ここはね私がまあ自分で言うのもなんですけど、ボイストレーナーというか自分が歌う側からする感覚ならではのね、わー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 のこの下りがずっと下りすぎないというかね、着地も下がりすぎないし音程も下がりすぎない、丁寧に全部7人とも綺麗に繰り返し降りられている、ここはねボイストレーナー的ポイントだと思いますよ。普通に歌ってたら皆さんもしかしたら気にならないとか気がつかないかもしれないけど、ここがね丁寧に出てる、音程が取れてるというところに、私はこのジャニーズ WEST7 人の、ボーカル力というか歌唱力の高さをこの部分に私は今見ましたね。で他のところもね、もちろん音程も綺麗に取れて、上のハモリも桐山くん、間違えた、神山くん、いつもこの2人ちょっと混同してしまいますけど、神山くんの上のハモリ、藤井くんの上に行ってる時とか、浜田くんもこう高い音出してる時とか、桐山くんが低いとこ最初歌ってるとことか、全部ねすごく安定感があるんですけれども、それを超えた先ほど言ったこうパフォーマンスとしてね、お客さんに向けてこうパッションで歌ってるみたいなところもありますので、丁寧なそのね他のところのメロディーっていうのはもっともっと、きっちり歌おうと思ったら歌える部分だと思いますけど、でも情熱的に歌っている
そういう、こう気持ち前面に出た歌い方をしてても、あれだけいろんなパートでそれぞれのメンバーが安定感を持った音程リズム、それから声の響きで歌えてるっていうのは、やっぱりね、全体的にレベルすごい高いと思います。それあってこそのこの気持ちでできるパフォーマンスということだと思いますので、いや、これは一見するとね、すごいこう見た感じの盛り上がりもすごい、みんなテンション高くていいなという動画に見えますけれども、もちろんそうなんですけど、そのもうちょっと奥にやっぱり根本にあるその7人の歌唱力であったりとか、声の良さ、歌い回しテクニックの高さというのがあちこちにやっぱりね出てるなというふうに私は今思って、見させておりました。間違えた、見させていただいて、聞かせていただいておりました。先ほどから言ってるようにね、8月の3日発売の、星の雨という CD の初回版 B にはこのメトロックの映像がなんと太っ腹丸々入ってるみたいなことになってるみたいですので、まあ、これはこうみんなにもこう盛り上げるためにね、気持ちで歌ってる楽曲の一つだと思いますけれども、丁寧に聴かせてる曲なんかは本当どんな感じで歌われてるんだろうと非常に期待の高まる、先行のムーンライトの動画であったんじゃないかなというふうに思いまして、私は今日を締めさせていただきたいと思います。いや、本当にもっとこの壁がね薄くなければ大きい声で歌いたい曲ではありますけれども、今こういう状況ね、ちょっとお家の撮る場所がいつもと違うところで、今回も、小声で歌レポという形になってしまいましたけれども、皆さんそんな中もですね、最後まで、貴重なお時間を使って見ていただきまして誠にありがとうございました。